皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、低病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病以外になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあここ最近ね、寒い寒いと言ってましたけどもね、まあ、突然のその晴れ間からね、太陽の光が差し込んでくるとですね、やっぱり暑いですよね。でもまあほんまにこのここ最近というか、まあ空模様はね、曇り空が多くてね、まあ雨も多くてね、大変な状況でもあるんですけども、そんな中ね、その最初に言いました、その突然の日差しがね、こうじりじりと焼けつけてくるようにですね、僕の体をね襲ってくるんですわ。僕はね、その皮膚表面にもね、その障害を抱えてしまっていると言いますかですね、そのまあ骨髄移植の関係でね、その肌がね極端に弱くなってしまいました。まあ、これまでにね、そのまあ僕がしてきたこのお話っていうのはね、その数々はですね、あの体の内側に関して起こってる病気というか、まあ副作用とかね、合併症によってその粘膜障害とか、まあ、臓器障害のねお話が多かったんですけども、あ、最近起こったその帯状疱疹の話はですね、内側も外側も影響ありましたけども、僕の病気のメインであるその白血病や抗がん剤の副作用であったりとか、その骨髄移植に伴う GVHD 移植変態縮小病ね、GVHD その移植変態縮小病を抑えるためにですね、その免疫抑制剤ね、でそしてその免疫抑制剤の副作用とね、それらがほとんどはですね、その体の内側に主にね、症状が長期間にわたって出てきてるんですけども、まあ、今日お話しするのはですね、その外的要因ね、外から来るものね、まあ、人の外的要因による人体に影響といいますか、ほんまに外側から体を襲ってくることによっての影響というお話をね、させてもらいます。それはね、その今日のね、動画の最初にありました、その太陽の日差しですね、太陽の日差しね。その太陽の日差しといえば、まあ、紫外線ですよね。で、その紫外線による影響を、まあ、今朝早速受けました。まあ、その、ね、紫外線の影響と、まあ、太陽の、ね、熱ですね。太陽光線の熱と紫外線の影響をね、今朝早速ね、受けました。まあ、大したことなかったんですけども、暑いかなーって感じだったんですけども、まあ、というのもですね、まあ、今朝のその、大阪はね、雨が降ってなかったので、まあ、少しね、外に出てみるとね、こう、爽やかなね、空模様でした。といっても、まだまだ雲がちょっと多かったんですけどもね、まあ、青空も見えるぐらいのね、感じでした。まあ、少しね、やっぱ外の空気もでもね、吸っておこうかなと思ってね、まあ、しばらく外にいたんですよ。もちろんその長袖長ズボンでね、マスクもしてますし、まあ、その上からあのユニクロの薄手のパーカーをね、上から羽織ってですね、でフードも被ってるしね、といったその怪しい格好をしていましてね。ほんでまあ僕の周りにはあんまり誰もいない状態でね、まあ、ご近所さんも誰もね、家からも出てきてない状態なので、もうソーシャルディスタンスっていうのはね、保たれまくりでした。でほんでね、その腰に手を回してみたりしてね、この外壁を、家の外壁をちらーっとこう見てみたりですね、あの三軒隣の家までこうやっちらおっちらこうゆっくり歩いてみたりですね、でまた帰ってきてその場をうろうろしてこうくる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 回ってみたりしてですね、ほんでその家の前のそのね、あ、足元に落ちてる砂利をシャッシャッとどけてみたりしてね、もうおじいちゃんかっていうような行動をとってたんですよ。ほんならその何のタイミングか知りませんけどもね、そのまあ雲の切れ間からね、太陽の日差しがスコーンってね、こう僕を襲ってきてね、ああ最近寒かったからたまにはあったかいのもええなーなんてね、もうくるって回るようにこうゆっくりとですね、太陽に向かって背中をね向けた瞬間にですね、こうもう首元がじりじりじりとね焼けるような思いをしたんですよ。もうこらあかんと思った僕はですね、合わせてわーってこう日陰に隠れましたね。まあ、長袖長ズボンでね、マスクで帽子でフードまでかぶってたのにですよ、首が焼けるような暑さになってね、もうびっくりしましたね、ほんまに。でまあ首以外はね、その上半身はその長袖とパーカーでね、もう肌着も着てるしね、下半身はズボンにタイツにメディキュットやし、
で手にはねその手のひら全体に滑り止めがついている、その、まあ、スマホも触れるね、その作業用の結構しっかりした手袋をしててね、まあ、頭はいつもよりキャップにさらにフードですけど、首元っていうのがねフード単品なんですわ。結構ね髪の毛があるんですけども、髪の毛もこう前に来てるし、だから首が結構あらわになったんかなっていう感じだったんです。でしかもそのフードっていうのなんかパーカーがね、まあ、薄手なのでね、こう熱の伝導率っていうんですか、それが他の場所と比べて早かったんでしょうね。だから首元がいち早く暑さを感じたんだと思いますし、できっとね紫外線の浸透してくるのもね早かったんだと思います。まあ紫外線に関してっていうのは、まあ、薄手のね紫外線カットできるお洋服やね、まあ、それこそパーカーなどが売ってますけどもね、まあ、もちろん今の僕の体もね紫外線カットはまだまだ必要なんです。あ、もちろんね体全体的にはね日焼け止めクリームをね塗ってる状態でした。手にもちゃんとか腕とかもね首元も後ろもこの辺もちゃんとね塗ってたんですよ。そしてねそんなね紫外線とかね太陽の熱とかにねさらされるとどうなるかと言いますとですね、まあ、先日のその動画でね皮膚病変というお話をしたんですけどね、覚えてらっしゃいますでしょうかね。まあ、簡単に言うと、単純に言うとですね、肌が荒れてくるんですよ。なので僕の体はその紫外線とかね太陽の熱にはねさらされるとですね、肌の GVHD を起こす可能性があるんです。まあ、僕以外でもね骨髄移植をした人とか、いまだに免疫抑制剤を飲んでいる人らもですね同じことが言えます。なのでまあ用事があってね外に出ないといけない時っていうのは、わざわざやっぱ影になってる道をね通りたくなるんですよ。まあ、知ってる人らもいてると思うんですけども、まあ、トラさんってあるでしょ、あの男はつらいよっていう映画あるでしょ、あのね渥美清さんのトラさんね。であれのねどの作品かね、まあ、忘れてしまったんですけど覚えてないんですけども、夏の暑い日にねちょうどそのお昼頃になったらそのお膝もね上に登ってくるから影の、 あの範囲が狭くなってきててね、狭くなってくるでしょ。でそこでそのトラさんはね暑いからその影を歩きたいがためにね、できるだけその壁際塀とかあるじゃないですか、そこをこうやってこうねひっついて歩くんですけど、その途中壁が途中で途切れるとそのか、ま、壁まで向こうの壁まで向こうの壁にもまたその日差しがあって、そこにはまた影があるん でそこの壁まではあのお膝が差してるわけですよ。で暑いから向こうにの影になっているところまで行くのにねもう早く行かなあかんから、でこのちょっとの間ね、ほんま 2,3 メートルの間をねこう早足でこう日差しの中をねあのコミカルに駆け抜けるっていうね、なんか非常にこのおかしなねシーンがあるんですけどもね、まさにあのような感じなんですわ。伝わったかな、伝わらんかもしれないんですけどもね、あのトラさんを見てる人とかやったらあの、まあ、知ってるようなね、まあ、有名なシーンやと思うんですけどね、でもまあそうまでしてね避けたいお日様なんですよ。でまあ、避けないと、まあそのね、先日お伝えした中ではその皮膚病変というねその赤い斑点ができてきて、そのまあ重症化するとね全身に火傷のように、ね、赤くなって、まあ、水ぶくれになって肌が剥がれてしまいますとかっていうね、そんな風になってきてしまいますからね。でまあその先日ねその動画内でねお話しするの忘れてたんですけどもね、僕はその骨髄移植を100日後に起こる、慢性 GVHD の皮膚病変でね、まあ、僕の体はね全身バーッと赤くなってきて、まあ、水ぶくれも少しできてきて、まあ、皮膚が剥がれるっていうほどまでいかなかったんですけども、そのままね乾燥してきたんですよ。乾燥してきてもうねすごいガサガサガサって全身がほんまにガサガサになってきて、もうこれ以上ひどくなったらあかんっていうのでね、あのステロイドを処方されましてですね、あのそのステロイドの塗り薬をもうこんなちっちゃいチューブでもらうんですよ。それをねもうその期間中ね何本塗ったかって思うぐらい塗ってね、ほんまに全身ですよ、もう両手両足も足のこの足の指までくまなくこう塗ってですね、ほんまに大変やったんです。ほんでまあそれですんなら良かったんですけど、脇とかね、まあ、お股とかもね結構ガサガサなったしね、もう背中なんか手が回れへんからね、その看護師さんがその朝回診に来る時に、回診っていうんかな、その、検温体温とねその血圧を測ってくれる時に来るんですよ。その時にちょっとすいません背中塗ってもらえますか言うて背中の上半身脱いで、お尻ももう割れ目ちゃんが見えるぐらいまでプリンって出して、結構ここの辺まで塗ってくださいって言うて、看護師さんがこうペーってこう塗ってくれたんです。
もうね、もう大変でした、ほんまに。もう苦労かけたなと思いますけどもね。でもね、あのね、顔がね、一番ひどかったかなって感じなんです。もうあの、こっから上ね、もうほんまにこっから上が一番ね、ひどかったんですよ。まあ、その中でもね、耳に関してはですね、あの、ちょっと例えばなんですけども、あの、海に行った、遊びに行った帰りにですね、ちょっとこの耳がね、なんか痒くなって嗅ぎたいなと思って耳の穴に指突っ込んで、コソコソコソでしたら、あの、海水が乾いて塩と砂が混じり合っている感じがして、あの、ガサガサ、ジリジリって音が鳴るやつあるでしょ。あの音がずっと鳴ってるほどね、ガサガサやったんですよ。でね、まあ目元、次目元なんですけど、目元ね、目元なんかね、なんかもうその肌荒れのせいでね、余計なんか腫れぼったーくなってしまってて、まあ今でこそまだマシになったんですけども、もっとすっきりした目元やったんですよ。もう左目なんかね、以前に比べたらもう、まあ、特にまあこっちはね、視床角膜炎になったのもありますけどもね、ほんまにこの両目ともね、開きにくくなっているんですよ、以前に比べたら。まあ、その骨髄移植をする前の僕の動画とかね、そのまあ YouTube を始めた頃の動画とか見てもらったら、まあこのチャンネルをね、始めた瞬間の動画とか見てもらったら分かると思うんですけども、もっとすっきりした顔をしてますんで、ほんまによかったらね、見比べてください。ほんでね、この頭、このね、頭部といいますか、その頭をね、こう全体的でもね、すぐガサガサでしてね。でね、ほんでね、まあその時っていうのは、まあ、髪の毛も抜けてるし、今でこそ伸びてますけど髪の毛も抜けてますしね、眉毛もないし、まつ毛もないし、でね、そんな姿をね、鏡で見たらね、ため息しか出ませんよ。しかも痩せ細ってるでしょう。今よりも体重がね、3、4キロか、まだ痩せてたんですよ。まあ、病気やからしゃあないんですけどもね、まあ受け入れましたけどもね。でもまあそんな体でもね、放っておいたらね、まあ、そのままその皮がね、こう突っ張った感じになってしまうんですって。でそうなったらこの腕が回らなくなったり、手が上がらなくなったりね、この腕の曲げるのとかっていうのもほんまにできなくなるんで、あのしっかりね、薬を塗りなさいって言われて、もうステロイドの薬をほんまに何本使ったかっていうぐらいね、塗り続けたおかげでね、看護師さんもね、こう背中に塗ってくれたおかげでね、まあ、ここまで治ってきました。で顔がね、一番ひどかったんでね、まあ、今でもだから顔に一生懸命そのステロイドをね、塗ってるんですよ。これはもうほんまに塗り続けなあかんなってね、言われてるんで、まあ、でもそのうち塗り続けなくてもいい日が来るとは思うんですけども、今はまだ塗っときって言われて塗っております。でも皮膚表面の、顔の皮膚表面もね、結構ボコボコしたのが残っててね、もう芯もできてしまってね、その目元も少しね、腫れた感じ、まあ、少しながら結構ね、以前から比べたら腫れてるんで、もうそういうのが残ってるんで、ね、ほんまにもう嫌だわーって感じなんです。まあこうなる前はね、もっとほんまに肌もツルツルやったし、目元もパチッとこうスッキリしててね、もっと男前やったんですよ。まあそれは置いといてですね、まあこんな肌に再びなるのが嫌なので、その免疫抑制剤を飲んでる間はね、ほんまにその太陽の熱や紫外線をね、避けて通らなければね、なりません。だからね、ほんまにもう今でもそうなんですけども、まあ、今家の中なんでね、ちょっとねシャツなんですけどもね、まあ今日はあったかいんで半袖なんですけども、まあ、ほんまに外出るときは厚着をしてね、首にはタオルを巻いてですね、まあ、タートルネックとかね、まあ、レッグウォーマーちゃうわ、ネックウォーマーか。ネックウォーマーやとかやったら暑すぎるから、冷たくなるやつは、首に巻くやつありますよね。なんやったかな、まあ、あんなんせなあきませんよね。なんやったかな、触感冷却か。触感冷却とかっていうその生地のやつ、まあ、そんな素材のものをね、こう巻いておいたらいいですよね。でもまあ言ってしまえばですよ、そんな日差しも強い時にはね、外に出ないのがね、一番なんですけどもね。とまあそんな感じでね、あの骨髄移植をして免疫抑制剤を飲んでいるとね、まあ、少しの太陽の日差し、熱、紫外線でね、その皮膚がね、異常事態になってしまって、テンションが下がってしまうというお話でございました。もうね、ほんまにね、この前はね、寒いからね、嫌やなって言ってましたけどね、もう暑いのも嫌ですわ、ほんまに。まあそんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。
僕は元気です。